ポや FCAS、フューチャーコンバットエアーシステム計画とヨーロッパ近隣で戦闘機開発が加速しています。今回は、イタリアがイギリスのテンペスト計画に参加している本当の思惑を詳しく見ていきますね。やはり、軍事部品の供給は安定的な国の収入源となりますね。しかし、開発費も同等か、それ以上の投資も必要になります。それでは、日本の航空自衛隊でも、現行の FF2 戦闘機の2035年前後での退役を見込み、これを代替する次期戦闘機の開発計画を進めているが、アメリカのロッキード・マーチン社やイギリスのロールス・ロイス社からの支援が取り沙汰されている。2021年現在、西側諸国が導入可能な第5世代戦闘機といえば、ロッキード・マーチン社の F-35 ライトニングにしか選択肢がなく、これを調達するか否かに、大きく二分されていると言って過言ではないだろう。ヨーロッパの西側諸国において、F-35 ライトニングには、イギリスが B 型138機、イタリアが A 型60機、B 型30機などが、調達数の多い国々で、日本は A 型105機、B 型42機予定と、これらの国よりも多いことが知られている。ただし、イギリスにせよイタリアにせよ、たびたび F-35 ライトニングにの調達数が上下する報道がなされることがあり、未だ、これらが最終的な調達数となるのかどうかについては、確定情報とは言えない模様だ。これに対し残るヨーロッパの主要国のフランスやドイツは F-35ライトニング2の調達を行っておらず、前者は国産のラファール、後者は、一応、ヨーロッパ共同開発機のユーロファイターという、いわゆる 4.5 世代戦闘機でしのいでいる。その上で、フランスとドイツは、FCAS、フューチャーコンバットエアーシステムとしての第6世代戦闘機開発を、スペインを加えた3カ国で推進しており、現状2040年代の実用化、戦力化を図る計画とされている。これに対して、イギリスとスウェーデン、そしてイタリアが参画して進められている第6世代戦闘機開発が、テンペスト計画であり、日本の次世代戦闘機と同様に、2035年前後での運用開始を目標に、現在開発が進められている。この、テンペスト計画では、全体の統括を、軍事企業大手ベアーシステムズが担い、機関部はロールス・ロイス社、兵装は、MBDA、アエロスパシアルミサイル、アレニア・マルコーニ・システムズ社などのイギリス企業が中心で、これに、電子機器類に、イタリアのレオナルド社が、名を連ねる。もともと、この、テンペスト計画には、イギリス側としては、日本の参画も打診していた経緯があり、日本側の選択は、独自の次期戦闘機開発を目指すものとなったが、2021年に入り、ロールス・ロイス社からの支援も囁かれ始めている。日本側として、機関部には、すでに試作品を完成させて、防衛省への納品も済ませている IHI 社製の XF9 エンジンが存在しているため、今後ロールス・ロイス社からの技術支援が、これに、どのような影響をもたらすのかが注視されている。ただ、これによって、日本側の次期戦闘機開発の立ち位置は、イギリスが主導するテンペスト計画にほど近いものになったのは、間違いないとも思われ、先行する同プロジェクトとロッキード・マーチン社との折り合いも気にはなる。さて、イギリス主導のテンペスト計画には、スウェーデンに続き、イタリアも参画したと前述したが、2020年末に、正式に、覚書の調印を締結したとはいえ、それがすなわち完成したテンペストの導入とイコールではないようだ。これは2021年8月時点では、イタリアはテンペスト計画に
資金許容を行い、共同開発に参画するものの、第6世代戦闘機として開発された機体を、自国で、正式に、調達するのか否かについては、態度を保留しているためだ。イタリアは、テンペスト計画に対して、2021年から2035年までの14年間で、総額およそ2600億円ほどの開発資金を投入すると報じられているが、あくまでそれに必要とされる要素技術等への開発資金だと主張している。これも前述したように、テンペスト計画には、イタリアの電子機器類大手のレオナルド社が参加しており、イタリアとしては、自国の軍需産業の国際的な競争力の維持と発展を同計画を通じて行うことが主目的なのかもしれない。通常の思考であれば、自国の軍需産業の維持と発展には、日本がそうであるように、自国軍の兵器開発を行わせ、そこに資金を投下することで実現する直接的な手法が多いと思われるが、イタリアの狙いは異なるようだ。これは、まがいなりにも、前回の F2 戦闘機のアメリカとの共同開発を教訓として、今回の次世代戦闘機においては、日本側が主導して行うことで、後の仕様変更等に柔軟に対応できることを期待している日本とは、全く異なるアプローチに見える。イタリアは、すでに、これまでも、自国で完結する戦闘機開発は行えておらず、こうした戦闘機開発すべてを自国内で賄う手法をある種諦めており、レオナルド社が担う電子機器類などの専門分野に特化した生き残り策を模索しているのだろう。イタリアのレオナルド社は、かつてのユーロファイタータイフーンでも、レーダーセンサ類の開発を担った実績があり、この分野で、以後の第6世代戦闘機開発においても、主導権を発揮できる立場を目指しているように思える。こうした動きを裏打ちするように、2021年1月には、イタリアは、公式な文書で、イギリス主導のテンペスト計画と、フランスドイツらの FCAS 計画の統合を求める見解を表明しており、ヨーロッパの戦闘機開発に一石を投じている。現ユーロファイタータイフーンの開発も、初期は、こうしたヨーロッパ諸国の戦闘機の統合が、最大の目的としてあったとも言えるが、早々にフランスが離脱して、ダッソーラファールを独自開発するなど実現したとは言い難い。また、ユーロファイタータイフーンを調達した国々でも、搭載するレーダー類のアップグレードをめぐっては、イタリア、イギリス、ドイツ、スペインとそれぞれが、別の更新を行う方針で、戦闘機標準化の目標は達成されていない。こうした状況を鑑みるに、イタリアが望むような第6世代戦闘機の電子機器類をレオナルド社で独占する形も、実現への道のりは、決して平坦ではなく、むしろ、かなりの難航が予想されるのではないだろうか。ただし、第6世代戦闘機には、無人航空機を完成する機能も必須要素と見られてきており、また、無人航空機の投入は、現在の4、5世代戦闘機に前倒しで実装する可能性も大きくなっていることから、レオナルド社が、その分野で主導権を握る可能性も残されている。ちょうど先頃、日本でも、次期戦闘機が完成する無人航空機を、2035年をめどに開発するために予算化すると報じられており、同分野への対応が、今後の戦闘機開発に、大きなウェイトを占めそうな状況が明らかとなった。いよいよ具体化してきそうな無人航空機の潮流は、単純な製造コストや操縦者不要という特性から、現在の有人戦闘機の運用自体を根本から、覆す恐れもあり、今後の各国の動向には、ますます注意が必要だろう。こうした空中、水中、
陸上の各分野での無人兵器の台頭は、このところの人的損耗を懸念して、実際の戦闘に発展する可能性を引き下げていた要因の排除にもつながり、むしろ、局地的には、武力衝突の増加を招くのかもしれない。すでに、日本を含め、実戦経験のない国が、世界には増加してきていたが、こうしたトレンドも終焉を迎え、無人兵器で、他国をまず圧倒する戦力を投入することが、これからの軍事大国の常識になる可能性も否定できないだろう。